よいしょ。よいしょと。ねえ。じゃあ、エンジンかけましょうか。ねえ。まあ、まず、夜のね、買い物行きたい。夜のためのね。はい。はい、マックスバリューにね、到着しました。まあね、ちょっとだけ買い物してきますね。止めるところだよね、まずね。全然ないじゃん。止めるとこ、止めるとこ、ないの？なんだよ。あった。ありましたよ。ね。はい。よいしょ。よいしょ。こう、輪止めがないからね、怖いね。うん。はい。OK。はい、今ね、マックスバリューで氷買ってきました。で、今から、伊豆山ってところの魚久さんっていう、なんか結構有名なお魚屋さんがあるらしくて、ちょっとそこにね、行ってみようかと思います、ね、夜の晩酌のためにね、まあ新鮮なお魚などね、あったら、買ってきたいと思います。じゃあ行きます。今ね、11時半なんだけど、もうやっぱりね、混み混みだよね。混み混み。これね、俺、思いましたよ。やっぱり、こういう観光地に、正月ね、車で乗り入れたらね、まあ、アウトかなと思いますよね。まあ、とにかくね、買い物だけ済ませて、本当に、宿泊地の方にね、向かってきます。結構深いところに、結構登ってきますね。左方向です。こんなに登るとは思わなかったですけど。熱海ホテルって書いてある。およそ700メートル先、右方向です。すごい。なんか、色がすごいな、このホテル。ね。随雲峡へ。随雲峡っていうんですね。結構登りますよ。まだまだね。あと1キロぐらいね、行ったところが目的地です。急だね。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。
そろね着きますね、あと 200m のね、先の左側です。混んでないといいんだけどね。混んでるかな。おお、景色いいな。景色いいよ。で、やってんの？大体年末、あ、あそこだ、魚久ってあるわ、これ。はい、これみたいですね。じゃあちょっとね、まあどっか探してね、止めて行ってきます。はい、とりあえずね行ってきます。はい、ということで、魚久さんで、買ってまいりました。中白地にね、向かっていきます。いやー、もうねめっちゃ人気店だから、もう車がねすごい、本当に、うん、人気がねすごい。ちっちゃいお店なんだけど、とにかくねうどんから、うどんまで売ってたね。はい、うどんまで売ってました。またね、魚久さんぐらいねリーズナブルで、美味しそうなもんね売ってるんで、例えば車中泊で利用したり、あとも、まあビジネスホテルとかね、まあそういうところでご飯、素泊まりの時にね寄ってで、こう、部屋で食べるのもね、すごいいいと思います。はい。ね、今度またこっちに来た時はね、利用したいと思います。ね、リーズナブルだわ、あそこは。本当に。すんごいとこナビ通すんだねこれね、めちゃめちゃ急坂だでこれ、なんでナビほら、こんなとこ通すの、頼むわ本当に。まあ軽自動車だからね、その大してね狭いとかそういうことは感じないですけどね。いやいや、まあこういうとこもいいかな、旅らしくてね。はい、ナビここ通すか。あ、すごい絶景、絶景、海がね見える。これね、あー、ここは絶景だわ。え、ちょっとこれどうなってんの？右方向、これ左に登っていくってこと？どういうこと？通行止めって書いてあったよ。今ね、あれですよね。絶景っすよね。でもこういうとこ通す？これ。本当にナビしてんのこれ、心配になってきた。いやー、あ、全然外れたじゃん。やっぱあれさっきの通行止めだったんだよ。普通ああいうとこやる、これどこ行っちゃうんだろうね。これ行き止まりだったら死ぬよ。なんか嫌な予感してきた。あ、若干道が広くなってきたけど、俺行き止まりじゃんこれ。行き止まり、道がないもん、行き止まりじゃないかこれ。いやー参ったね。どうしたらいい。あ、でも民家があるね。ちょっと考える。まあ考えた末ね、行ってみますよね。引き返すより行った方がいいような気がする。いやでもね、普通こういうとこ
案内する？ナビも出んじゃん。西に進む。いやこれね、やっぱりダメだよこれ。人んちじゃん。人んち無理。もう帰りますよ。人んちじゃんこれ。お前案内すんなよって本当にね。どういう感じなんでしょうね。はい、人の家ですよもう。お騒がせナビだよな。もう本当にね、ちょっと思ったんだけど、もうこういう年末年始はね、家かもうどっかね、絶対自分の知ってるとこでね、過ごしますよ。これはえらいこっちゃわこれ。ね、なんかどうにかなっちゃうかと思ったらね、まあ意外に大丈夫は大丈夫だったんですけど。いや、およそ100メートル先、左手前方向です。黙れ。だから左手前が通行止めになってたでしょう。もうやだやだ、何これ、奇跡だよ。さっき写真撮ったところだ、絶景ポイントね。ダメダメ、こいつにね騙された、完全に。もう左手前方向です。だから右方向です。通行止めだっつうのね。はい、まあ登ってきますね。はい、ようやくねさっきの道に出ましたけど、普通こっから最初からこういう風に案内するでしょう、ね、もう本当にやめてください。もうね参りましたね、元来た道を戻るのが一番と、いうことです。はい、ではね、海沿いね走ってきます。右の方がね、海になります。はい、もうね渋滞で疲れたんで、もうすごいね、本当に混んでるのよ。もうね、有料通る。まあ、一区間だけだけどね、有料って言ってもね、何道路かは分かんないです。普通車200円だって。で、Uターンします？なんでUターンすんだよ、お金払ってこっち来たのに。どういうこと？それとどうやってUターンしたらいいんだろう。 1.5 キロ道なりです。はい、150円。これってUターンできるんですか？Uターンはできます。また料金があります。ああ、それは大丈夫です。はい、はい、すいません。あ、はい。Uターンするんだって、駐車場のところで。どういうあれなんだろう、これ交互に来やがってん。来上がるからで、ここで U ターン。はい、 U ターンする。お金、お金、これ いくらあっても足りんじゃんね。 1.5 キロ道なりです。どういうこと、お金取られてばっかですよ、ね、下道で行けばよかったね、やっぱりね、あんまり意味がなかった。で、また150円払うの？これ。これ、往復で300円。意味わかんないよ。下でよかったじゃんね。またストレスが溜まる。はい。はい、どうも。
はい、行きましょう。もう出てからね、一箇所買い物行っただけで、もう今ね、1時ですよ、1時。ね、え、もうそこで出るの？およそ500メートル先。どういうこと？岩インターチェンジで出るんだって。なんかすげえ。300円はいいんだけどさ、意味わかんないよ。ここで出ればいいのかな。ああ、岩なんだ。岩でね、出ろって、やっぱり。ね、岩で出ます。はい。左が真鶴半島なのかな。もういいや、なんかね、どうでもよくなってきた。しょうがないですよね。ね。今度、えらい、なんか道へ入りましたけどね。民道っていうの、民家っていうのね。お、なんか海っていうか、でっかい船がいる。港が見えてきたっていう感じですけどね。なんだろう、ここ。港だ。あ、ここだ。ちょうど車が出た。ちょうど車が出る。ここか。ここか。おー、いいじゃない。目的地は左側です。お疲れ様でした。トイレの横がいいかな。トイレの横か。トイレの横でもいいんだけど。あー、ちょっととりあえず一回止めてみます。はい。本日は真鶴半島ね。で、まあ、休憩したいと思います、ね、見ていただいてもね、まあ、綺麗なんですよね、これ、うん、景色はこんな、ね、海が目の前、でございます、ね、すごいですよね。磯場になるのかな。下は磯場です、ね、こんな感じで、はい、ここでね、まあ、晩酌やっていきたいと思います。はい、まあさっきね、撮ったとこの真後ろですね。こんな感じ。まあ釣りやってる人も見えますね。ただね、滑りそうなんで、ちょっとどうかなと思うんですが、あそこのね、下の方ね、ここね、なんかタイドプールがね、いっぱいあるんで、あの磯遊びね、できそうです。夏なんかね、あそこから降りられるんで、こっからね、降りられるんでね、こう、遊べそうな感じですよね。もちろんね、水もね、綺麗です。ね、すごく綺麗です。ね、最高のロケーションというかね、はい、ここでね、楽しみたいと思います。はい、そうしたらね、床がね、ちょっと狭いんで、これはね、シートを一番前に出します。ね。で、タイルカーペットをめくって、ね、めくる。で、一枚。でここに、30センチぐらいのね、板があるんで、ここにはめます、ね、よし。はい、ということでこれで車内が、30センチね、荷室が30センチ広がるんで、すごくね便利ですね。まあ、普段はね、下げてるんで、まあ、若干狭いんですけど、こういうね、車中泊に、なった時はこういう風に広げると、ね、こんな感じです。これ向こうか、うん、
はい、これでね30センチね伸びました。はい、次にですねこちらです。はい、これね網戸になってるんですよ。はい、網戸ね。でまあこちらでね火を焚くときはまあカセットコンロとかね、使うときはこちらを、の窓を開けます。そうするとねまあ普通の網戸ですよね。あと用意したもんっていうのはこれですね。はい、ポータブル電源です。こちらはね1000ワットまで使えて、容量的にはね27万8000、の容量を持ってます。だから大概のもんね、まあエアコンなとかはまあ無理としてもね、まあ普通にねいろんなもん使えると思うんでね、これもまた使っていきたいと思います。でこちら電子レンジ、これはね700ワットまでかな。はい、ただね500ワットも使えるんでね、十分ねポータブルバッテリーには合うと思います。はい、あとはねこたつでございます。これ600角のこたつで、さっきねこうクーラーボックスとか、左側刺身ですよね。刺身はね上に氷乗っけて隠してありますんでね、これは後ほどってことです。はい、今ね夕方になりましたんで、かなりね、いい景色がね、車内からもね、見えます。でね、そろそろ、まあ、晩酌のね用意したり、していきたいと思います。はい、ではね暗くなりましたんで、今何時だろうね、6時10分です。6時10分、もう外は真っ暗ですね。そろそろ、晩酌のね、準備をしていきたいと思います。今日、使うのはこれですね、見えるかな、ランチョミートでございます。はい、それと、とろける、チーズ、ゴーダーミックスって書いてありますね。これとあとはローストガーリック、はい、でブラックペッパーね、これをね使っていきたいと思います。はい、ではね火つけますね。
あ、火をつける前にこれだね、このランチョミートの、缶を開けなきゃいけませんね。で、この裏側にね、こう金物がついてるんですよ、ね、この金物を外して、外れる、あ、外れるんだ、こう、ね、くりくりやって外すってことですね。はい。で、まあ、お、やばい。はい、これを刺して、くるくるね、回します。これ美味しいんですよね、ランチョミート。まあ、まあ、有名どころで言うとね、スパム、スパムね、もうあれなんだけど、まあ、ランチョミートの方がちょっと安いと。大きさはね、ランチョミートの方がちっちゃいのかな。で、まあ、ランチョミートって書いてあるけど、あれなんですよね。スパムもね、ランチョミートなんですよ。ね。だから基本的には一緒っていうことです。はい、ほんでこれ開きました。あれ？開いたはいいけど、パカ。ね。開きましたよ。ね、美味しそう。まあ、カンカンはね、別にしといて。でね、これをね、切るところがないんで、もうここの上にね、乗っけちゃいます。こうね。乗っけて、はい。こんな感じでね。で、ランチョミートはね、ベーコンと違って柔らかいので、そのままね、切っちゃいますよ。こう、ね。はい。ケーキみたいにね。こう切る。おぉ、うまそうじゃないの？いいんじゃない？はい。はい、ランチョミート切れました。じゃあね、添加してきます。はい、焼けてきました。ということでね、とろけるチーズね、かけてきます、ね、これね、ケチっちゃダメ、ね、ドバーっとね、かけて、はい、まあ、すぐとろけていくと思いますんでね、これね、はい、焼けてきましたよ。チーズもね、とろけてきてます。もうね、これ以上ちょっとやるとやばそうなんで、切りますね。はい、切りました。はい、ということでね、まあできましたんでね、チーズ溶けて、そうしたらローストガーリックをね、かけてきます。ローストガーリックね、こう結構かかりましたね。おお、ニンニクのね、香りがいいです。で、あとね、ブラックペッパー、これもね、かけてきますよ。あれ？あ、こうか。はい、かけます。もうこれでね、これだけでね、すごいおつまみになりますからね。そしてですね、今回ね、これに合うものね、したらこれですよ。これオールドパーね、持ってまいりました、ね、これでね、一杯やらせていただきます。おお、じゃあすいません、いただきます。乾杯です。ん、うん、うまい。まあこれ、わあ、もうね、チーズがすごい焼けてる。これお好み焼きみたいになっちゃいましたよ。これお好み焼きね。でもね、これ大丈夫なんですよね、食べれます。あ、食べれるの、本当にやばいね。あ、やばいじゃん、これ手でちぎるか、ね、ちょっと汚くなりましたがね、手でちぎりますね。おー、すごい。はい。
これね、ちょっとかじりますね。あ、うまい。チーズとね、このランチョミートがもう絶妙に合います。本当に美味しいです。でやっぱりね、あのこれに合うのはウイスキーですよね。ウイスキーね、あー美味しいこれ。うんね、これをねちびりちびりやりながら、晩酌ねしていきたいと思います。そしてですね、もう一品ね、まあ年末ということでね、まあ刺身ですよね、熱海の方でね買ってまいりましたね。これです。はい、見えません。まあ桶なんですけどね、桶のお寿司を買ってまいりましたと。これはね、どう見たらこうだね、こう見ましょうか。じゃあ開けます。はいね、これです、刺身ね。ここが生しらすね。でカンパチとか、これはタイかなね、あとはわかんないね。とりあえずね、これ熱海の魚久さんっていうところでの魚屋さんで、盛り込みっていうのをね買ってまいりました。すごいね、新鮮で美味しそうですよね、これね。早速ね、これもね、いただきたいと思います。はい、こちらの方はね、醤油、ね、いつでも新鮮、絞りたて生です。これをね、いただいていきます。で、いただきます。でね、ここに入ってるのが、これね、多分ポン酢のジュレだと思うんですが、ね、美味しそうですよね。多分この近くの、こちらのあのたたきの方でね食べると思いますが、はい、まあもう一度ね見ていただきましょう。こんな感じでございますね。まあいつもねこんな贅沢しないんですよね。今日は特別ですね、31日ということでね。はいはい、じゃあね、醤油をさらにチューッとね。でそして、わさびね、わさびもね、まあここら辺に乗っけてね溶きながら食べていきたいと思います。どれからいこうかな。はい、じゃあねいただきたいと思います。はい、生しらすね、これからいただきます。はい、生しらすいただきますね。うん、うまい。この生しらす甘いっすね。うん。でね、意外にね、ウイスキーに合います。ね。ウイスキーに合います。で、今度マグロ。マグロもね、いきますよ。ちょんちょん。うまい。うん。うまいです、すごくね。なんていうのかな、身がまったりしてね、うん、それで甘みがあるっていう、そんな感じでございますよね。はい。まあこちらの方ね、まあゆっくり、食べていきたいと思います。はい、飲み終わりました。で、最後としてね、これですね。はい。年越しそばです。今ね、10分。ね。あと、ね、年が明けますんで、今、ここで食べないと、年越しそばにならないんで、ぜひね、今、速攻で食べたいと思います。ね。美味しそうですね。で、お湯を沸かさなきゃいけないんだね。はい。じゃあこうとっ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 と、はい、あと沸くのを待つだけです。おお、沸いた。
はい、ではね、3分経ちましたんで、開けます。ね。できてますね。はい、では、いただきたいと思います。ね。年越しそば食って、来年も、いい年でありますように。はい、完食いたしました。ごちそうさまでした。はい、じゃあね、もう11時過ぎてるんで、寝ます。じゃあ明日初日の出までに起きれるかなって。はい、まあとにかくね、頑張って起きてね、初日の出、見たいと思います。じゃあおやすみなさい。電気はこのままで寝ます。おやすみ。おはようございます。今起きましたね。ただいま5時です。ちょっと電気つけますね。あー寒い。寒いって言っても、もう寒いには寒かったんですけど、結構あれですね、まあこたつの中に湯たんぽ入れて、でな、これは電熱ジャケットっていうのかな、それを来ましたんで、まあ、基本的には暖かかった。うん。ただちょっとこうトイレとかでね、ここ何だったっけ、シュラフね、寝袋から出て外行くと猛烈に寒くてね、うん、もうあーってブルブル震えてたんですけどね。はい、今5時なんで、まあ、初日の出がね、まあ5時何分なんだろう、多分5時半過ぎだと思うんですよね。はい、まあそれ目指してね、準備したいと思います。まあ、その前にね、ちょっとコーヒー飲もうかな。コーヒーね、コーヒーね、ちょっと飲もうかと思いますんでね。はい、こうポッとね、これでもうコーヒー作りましょう。はい、あー寒いなー。あーすね、初日の出見たら帰りますよ、マジで。もう、帰ってまあ、片付けしますよ、もう。まあ、いよいよね、新年始まったんでね。また今日から新たなね、気持ちでね、またYouTube とかもね、挑んでいきますがね。どうなんでしょうね。どんな、2023年ね、1年になるのかなと思うとね、はい。まあ、気持ちがね、引き締まる思いですよね。気持ちというか、身というかね、はい。よしと。ちょうど一杯分ですね。いただきます。
熱くて飲めません。美味しいね、朝のコーヒーは。はい、今ね5時55分です。でね、僕がいるところはまあ車がいっぱいあるんだけど、人はねいないんですよ。そしてね、こちらのあの、まあ、うっすら見えるね、山の方にみんなね、行ってます。ね、車もね、続々降りてきてるってことは、多分、置き場所がないんでしょうね。ということは、こっちから日が昇るの？ね、こっちから日が昇って、で、ご来光、ね。それで、ってことは、僕がいるところはあんまり見えないのかな。うん。ね、そんな感じですよね。みんな歩いて行ってますからね、上の方に。まあでもね、あれですよ。どちらにせよね、日は昇ってきますんで、はい。もう僕はね、ここにいます。ね。これ、だいぶ明るくなってきましたよね、こっち。ってことはね、多分ね、この山の向こうからね、やっぱり日が昇ると思うんですよね。はい。まあでもね、ここで待機します。夜が明けてまいりました。でもね、これね、やっぱりね、この山の向こうが明るくなってるから、向こうなんですよね、明るくなるのが。今、山になってるところ。ね。これね、なんか嫌な予感がしてきたんで、ね、帰りますよ。ね、帰ります。ね、ここはね、日がね、昇んないと思う。この山の向こう。ね、じゃあね、車乗ります。伏せ妻が